前も言ったんですけど、一応今回から、バドミントン革命会の動画は、こっちの家と前に使ってた家、その両方を、不定期で、順番ってわけでもないけど、ちょっとどっちも使いつつ、で、ゆくゆくはここの家での、動画がほとんどになると思います。はい。一応ね、前の部屋もちょいちょい使っていくとは思うんですけど、多分今年のそうだな、6月以降ぐらいからは多分こっちの家での動画が中心になると思います。はい。基本的に動画の内容に関しては、撮影の場所が変わったからといって、そんなに大きく変わることはないです。はい。ここから内容が、レベルが下がっていくっていうことは多分基本的にはないと思ってます。で、今年はちょっと登録者も増えてきてるんで、ちょっと新しい企画なんかも、企画っていうか、新しい感じの動画、今までやってこなかったような動画なんかも、ちょっと撮影できたらいいかなと思ってます。はい。要は、家の外での動画っていうものも、ちょっと、撮影できたらなっていうふうには、ちょっと今考えてます。はい。でも実際どうなるかは、わかりませんけど、今後もそんなに大きく活動内容が変わるっていうことは、ないなと思ってます。はい。こんな感じです。で、実は、また今度動画、多分、ゴールデンウィーク、5月の連休中に、出すと思うんですけど、ちょっと新しい企画、バドミントン革命会としての活動っていうよりは、どっちかというと、僕個人の活動に近いんですけど、ちょっと新しいことを、始めてみたいなと思ってまして、バドミントンに関係するんですけど、で、そっちの方は、内容に関してはね、ゴールデンウィーク中に動画をね、出すと思うんで、そっちの方で見てほしいなと思ってます。で、一応、試験的にやってみて、視聴者とかの反応が良かったら、ちょっと本格的にそのね、活動をしていこうと思ってるんで、活動内容に関しては、ちょっとまたゴールデンウィークの動画の方を、待ってほしいなと思ってます。こんな感じです。一応今回から新しい場所も使っていくよっていうことの発表でした。はい。こんな感じです。繰り返しますけど、ゴールデンウィークの、連休中に、今年から少しずつ取り組みたいなと思ってる活動についての動画を発表しますんで、そっちの方はちょっとまたね、動画の方、待ってほしいなと思ってます。こんな感じです。ちょっと今回はね、短い動画になってますけど、では。